こんにちは、ますみです。本日はラングチェーンにおけるストリーミングの方法を解説します。この動画を見ることでチャット GPT などのオープン AI の API から取得する回答を1文字ずつリアルタイムで取得することができます。ラングチェーンについてまだ詳しく知らない方はこちらの動画を先にご覧ください。それでは本題に入ります。まずストリーミングとはオープン AI の API の回答を生成しながら受信することです。デフォルトのラングチェーンの書き方では回答をすべて生成しきってから一括で受信する方式でしたが、ストリーミングを使うことで回答の生成過程をリアルタイムで取得することができます。この機能のメリットは3つあります。1つ目のメリットは UX の改善です。ユーザー視点に立った時にたとえ途中結果だったとしても情報を得られるまでの時間が短くなるため UX が改善することが考えられます。2つ目のメリットはタイムアウトの回避です。まずラングチェーンにはデフォルトでタイムアウトが設定されているため生成に時間を要しすぎる場合処理が途中で落ちてしまいます。そんな時ストリーミング方式に切り替えると途中結果が生成されるためタイムアウトによるエラーが起きづらくなります。API のレスポンスタイムも OpenAI のサーバーの状況によってはかなり重くなったりすることもあるため、実際に実務で使う場合、裏側でストリーミングしておくと処理が安定するためおすすめです。3つ目のメリットは処理落ちした時のデバッグの容易性です。OpenAI の API を使用するときに処理落ちすることが稀にあります。そんなときにストリーミングをしていると途中までの出力結果を確認でき、デバッグがしやすくなるというメリットがあります。ちなみにフロントと途中までの出力結果をログとして残す仕組みにするとバグの原因特定が迅速にできるため、そのようなアプローチをお勧めします。逆にデメリットとしてはトラフィック上で送受信するデータ量が増えてしまうことが挙げられます。この点に関しては送受信する際のヘッダー情報などが少し乗っかるだけなので微々たる差だと思いますが、一応デメリットとして共有しておきます。もしもこの他のメリットやデメリットなどが思いつく方がいればぜひコメント欄で教えていただけますと幸いです。それではここから実際に Python を用いた実装方法を説明します。まず環境構築として今回ラングチェーンを用いるためラングチェーンをインストールしましょう。そしてこれ以降の説明では OpenAI のモデルを用いるため pip インストール OpenAI をしましょう。最後に OpenAI の API キーを設定していきます。こちらのダブルクォーテーションの中にご自身で発行した API キーを入れて実行してください。もしも API の発行方法をまだ知らない方は以前解説したこちらの動画を参考にしてみてください。 API キーがセットできたら環境構築は完了です。次に実装方法を説明します。まずはじめに LLM におけるストリーミング方法を解説します。 OpenAI のモデルを定義するときにストリーミングを True にしてコールバックスの中にストリーミング STDOut コールバックハンドラーを入れることでストリーミングを行うことができます。それでは実際に実行してみましょう。そうするとこのようにストリーミングが開始されます。次にチャットモデルズにおけるストリーミング方法を解説します。チャットモデルにおいても LLM と同様にストリーミングを True にしてストリーミング STDOut コールバックハンドラーを入れて実行します。こちらも実行してみましょう。そうするとこのようにストリーミングが開始されます。最後にこれまでの一括で受信する方式とストリーミングの方式の速度を比較してみたいと思います。ここでは従来の方法をバッチ方式というふうに定義して説明していきます。バッチ方式ではストリーミングをフォルスにしていて、ストリーミング方式ではストリーミングをトゥルーにしてコールバックスを設定しています。それぞれの処理を今回は5回実行したいと思います。それでは実行してみましょう。結果としてバッチ処理の方は平均で 4.5 秒、ストリーミングの方は平均で 4.4 秒になりました。実際に生成する文章の長さによって結果は変わることもありますし、今回は5回しかループを回していないので、この数を増やしていった時にどうなるかは分かりません。しかし、この結果を見る限り、バッチ処理でもストリーミング処理でも大幅に速度が変わるということはなさそうです。最後に古いバージョンでの記述方法を解説します。今回紹介した内容はラングチェーンの 0.0.162 のバージョンの実装方法です。一方で 0.0.145 のように古いバージョンでは次のようにコールバックマネージャーというものを設定する必要があります。記述方法が以前と少しだけ変わっているためこの点には注意しましょう。以上
本日はラングチェーンにおけるストリーミングの方法を解説しました。もっと学びたいという方はこの動画以外にも様々な教材を YouTube と公式 LINE で発信しているため、ぜひチャンネル登録、友達追加お願いします。ではまた。